はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。五十嵐様、お手紙と情報ありがとうございました。山梨様、子猫のしっぽ1号2号様お手紙も、雅也様お手紙もご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。五十嵐様はですね、とある串焼き屋さんかなで、偶然ばったりお会いしまして、靴沢さんですよねって声かけられまして、ドギーンとしたんですけど、まあ、YouTube、ご覧になってた方で、そこの、お店で思ってもらっちゃったりなんかした、方でありますね。その説はお世話になりました。ありがとうございました。テレビ全局が報道しないため、機動隊まで出動したクルド人暴動を知らない人も多いんじゃないか、川口市民は、と思いまして、昨日の夕方ですか、ちょっと涼しくなったからね、昼頃行くと暑くて倒れそうなんで、夕方行きました。川口駅東口で周知凱旋、してまいりました。意外にもですね、うんうんうなずいて通り過ぎる方たくさんいらっしゃいまして、あ、知ってんな、報道しない自由で隠蔽できた時代はもう二度と帰ってこないみたいであります。川口凱旋動画も、今朝あげましたけれども、あれ 1.3 倍速のなっております。でちょっと私早口になっております。歩行者の皆さんはですね、むっちゃ早く歩いてるように見えまして、通行人が足早に立ち去るっていうことに、怒りを感じた方、コメント多かったですが、そんなことありません。あれ 1.3 倍速だから、パッパパッ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 通り過ぎるように、見えますけれども、違いますからね。増上寺に、献花に行ってまいりました。今日はですね、安倍総理一周忌ということで、終了2分前に駆け込んだんですけど、なんか道間違っちゃったりなんかして、入場前持ち物検査とですね、金属探知機でボディチェックは、地裁に入るときとか、一般参賀、公共ですね、のときと同じような感じですね。まあ、祭壇を破壊するパヨを警戒してのことでしょうね。言い返してこない個人を貶める最低最悪の人間のクズどもですからね、パヨは。TBS が取材に来てました。多分終了間際のですね、人が少ない絵を撮りたかったんじゃないかと、思っております。報道ヘリも飛び回っていましたけれども、まったくうるせえなーって、人がこう頭下げて祈ってっ時に、お祈りしてっ時に、ちょっと報道ヘリ、向かっと来ました。各地の自民党議員が安倍人気のおこぼれに狙いで、事務所に、自分の事務所に献花台設置しとるようですけれども、まあ、自民党議員はですね、わかりやすい媚び売ってないで、LGBT 法新設やらですね、韓国貿易ホワイト国復帰やらですね、日韓スワップ再開やら、社会保険料値上げやら、退職金増税やら、実質賃金14ヶ月連続低下などなど、安倍総理の功績をことごとくぶち壊しにかかっている岸田をなんとかしろ、安倍総理が約9年やって築き上げた、信用信頼をですね、1年半でぶっ壊してますよね、岸田総理ね。安倍総理、将来世代に責任を負わせない、大嘘の慰安婦なんかでもうつべこべ言わせないということで、2015年12月28日日韓合意不可逆的に解決、まあ約束は破られましたけれども、お子さんがいなかったですね、安倍総理がこれほど将来が見えていたのに、岸田はね、子供がいるのに、それらに、自分の子供らに重税国家を残すつもりの大バカ野郎ですね。子や孫に今よりいい社会を渡すっていうのが大人の使命じゃないかって思うんですけどね。少子化対策だって本気でやるつもりなんか毛頭なくてですね、増税のネタにしたいだけっていうのが見え見えなんですよ。20歳から49歳の女性に聞きました。これは子持ち
と子供いませんって方、半々に聞いたそうであります。岸田の少子化対策は期待してない 68.3%、子供がいない女性に限ると 78.3% が期待してない。岸田の少子化対策は、岸田がやろうとしている少子化対策は圧倒的に期待されてないんですよね。増税の言い訳って見破られてんですよね。実は女性にも、一般判です。少子化対策は増税の口実だから、産む気がない女性は調査対象から外すべきでは、私は子供いいやっていう人は、まあ、調査対象から外すべきでは、あ、まあもっともない意見かな。言ってる本人も効果があるとは思ってないだろう。岸田のですね、言ってる岸田も効果があるとは思ってないだろう。期待してる人が3割いることに驚き。そんなにいんのか。20代前半で見合い結婚が大正義と人口1位のインドが証明した。インドってそうなの？20代前半で見合いで結婚させちゃうの？そうすると人口1位になっちゃうの？子供は可愛いが嫁とは早く別れたい。知らねえよそんな個人の意見は。社会に出て働けと言われるのに、その上子供産んで育てるって言われても、そうなんですよね。女性が輝く社会をなんです。男みたいにフルタイムで働き、そんで結婚しろ出産もしろ育児もしろって、子供の教育は任せたぞって、そんなの女性にばっか負担押し付けんなよな。別に結婚しなくても生きていけるスペックの男ばかりを望む女性たち、これスペックが高い男性は別に結婚しなくても生きていけるんじゃないかというようなことでしょうか。女性に望まれるようなね、不可能と言わないが困難。70年代後半から少子化止まってないんだから、70年代後半っていうのは1970年ぐらいの税負担率が 25% ぐらいで、30% ぐらいになっちゃったのが70年代後半。そうするとピタッと少子化になってしまいました。岸田の異次元、1万5000円配ります。すごいだろ。もうバカとしか、そうです、バカなんですよね岸田って。女性が輝ける社会を少子化、なんとなく扶養控除廃止少子化、まあ実質増税ですよねこれ。国保税値上げします少子化、夫婦別姓少子化、ジェンダーに配慮少子化、議員や会社役員の半数を女性にしろ少子化、ツイッターにいる声がやたらでかい専業主婦を許さないおばさん、専業主婦を許さない少子化、外国人に優しい街づくりを少子化。これら放置して異次元の少子化対策って効果出るわけないっすよ。一般女性もそれ見破ってんですよねきっとね。次の選挙で自民だいぶ減らす予感がします。安倍総理が9年かけて築いた信用と信頼を1年半でぶち壊してますからね岸田が。ちょっと減ってですね、官僚の言いなりじゃダメだわ、気がついてほしいんですけど、まあ野党転落しても変わんなかったから期待できませんよね。それに気がついたのは安倍総理とごくごく少数の自民党議員じゃないか。官僚の言いなりじゃダメなんだ。官僚は自分の利益しか考えてねえんだわっていうことに気がついたのは安倍総理とごくごく少数、で岸田は言いなりになってると。側近も全部財務省で固めちゃってね、献花台設置をやめろと奈良市に要望書を出し、他人が個人を忍ぶことも邪魔すんのか、死者に鞭打つのか、一般人をドン引きさせた共産党婦人部奈良県支部ツイッターに鍵かけて逃亡、水着撮影会を妨害して中止に追い込んだ時と同じ行動、行動がパターン化していると評判になっておりました。一般反応です。共産党逃げてばっか、共産党との話し合いは無理そう、これで戦争は話し合いで解決など言ってるんだから笑わせる。一般人から批判がいっぱいあったんだろうな。言い分が正しいって思うなら堂々としてりゃいいんじゃね。共産党が何を言おうとどうでもいいが、NHK が全国報道した影響は大きいと。グロ注意、こいつら言い返してこない個人の尊厳を傷つけ死者に鞭打つ最低最悪の人間性がお顔にはっきりと出てまして何よりでございます。
言っちゃ悪いけど、とってもとっても、なんつうのかな、人間性、人格者には見えない連中。しかし見事なあの左翼顔をね、左翼顔ってありますよね。なんかラサール石井もだんだんそうなってきて、水道橋もだんだんそうなってきましたけれども、10年左翼やってると左翼顔になるって、昔私の担当の方が言っておりました。だから分かるよ、顔見ただけで俺左翼って言ってました。へこたれるんだったらやらなきゃいいのにね。多分非難合合で耐えきれなくなったんでしょうね。今でも憎き安倍が大勢に慕われるのを見るのが嫌って本音ぶちまけて、もっとドン引きされればいいのになぁ。会話が成立しないレベルで情報格差がものすごくなっている。沖縄県民調査、これ明星大学ってところがやった調査ですね。抜粋ですけれども、米軍基地集中は不公平と思う34歳以下 28%、 65歳以上 64%、 65歳以上の3分の2が不公平だ。米軍が沖縄にばっかりなんな。34歳以下は、まあ、3割弱。まあ、しょうがねえんじゃねえ、場所的に見て。基地反対運動は無意味だ。34歳以下 55%、 65歳以上 24%、 34歳以下の、まあ、55%、45% が意味があることだ、って思ってる中にはですね、まあまあ嫌がらせも大概だけど、効果ないこともないんじゃないか。そういう意見もあったんじゃないでしょうか。世代間格差っていうか、情報格差っていうか、分断が進んでますよね、分断が。ダブルスコアだもんね。基地反対運動は無意味だ、に関して言えば。話し合いでって、もう話が通じるレベルじゃないですよね。両者の土台となってる知識に、すっごい差が出てんだもん。65歳以上と、34歳以下ね。65歳以上の 76% が無意味じゃないって考えてんのか。基地は国の専権事項でですね、県民がギャーギャー言っても変わんないのにね。まあ34歳以下は国が決めることだからね。分かっているが、65歳以上の3分の2は分かっていない。それにね、基地前でギャーギャー言ってんの沖縄県民じゃねえし、日本人でもねえし、ハングルで歌を歌ってるし、簡体字オンリーの横断幕もあるしね。34歳以下で無意味って考えてるのが 55%、 50% が偏差値50以下という現実を踏まえてもですね、もうちょっといてもいいんじゃないのかな。白目向いちゃいますけれども、反対活動、反基地活動は無意味っていうのが 70% ぐらい言ってほしかったよな。35歳以下の、若者だったらな。ちょっとがっかりしてしまいます。というわけで、どういうわけで7月15日新橋で、7月29日代々木で制作報告会やります。よかったらいらしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。